情のあっちゃんです。はい。今日もね、それを飲んでいきましょう。ああ、汗舞台で。まあ、冬休みに入ったんでね、だいぶ落ち着いたというのか、生活が、のペースがね、逆にまあ乱れとるんやけどね。生活のね、ペースというのか、は乱れてきているのか、これがいいのか、正常なのか、わからへんけども、ゆっくり眠れるようにはなりました。まあ、時間的にはね、今8時ぐらいかな。うん、8時過ぎぐらいやね。いただきます。あれ今日はしょっぱくないぞそんなに。昨日からね冬休みに入って、で子供といろいろやっていこうか話をして、とりあえずゲームライブをね子供たちが一人でできるようになればなーって思って、ちょっといろいろやって、でゲームのライブをこう1日3回ぐらい鳴らし程度でやったらね、1回目のライブの前にね、ヒカがご飯食べた後、お昼寝タイムに入ってね、参加せず。で、2回目はね、まあ、なかなかあっちゃんがしようかなと思って、レースゲームやってて。で、途中からリョウとか参戦してきて。で、3回目のライブでね、マリオをやる。最初からマリオやろう思ってんけどね、スイッチをね、リョウの部屋に持って行ってやったんで、ちょっとね、ちょっと訳ありでね、2台あるのよ、うち。で、1台。寮のと、ヒカのやつあって。で、寮の友達がね、来とってね、この前。終業式の日の前の日か。終業式の前の日か。三者懇談で休みの時にね、友達が来ててね。で、クリスマスね、今年クリスマスなんやかんやでね、密になるからって、結構みんながクリスマスパーティーでけへんって話で、親に内緒でね、こっそり遊びに来てた。みんな結構やっぱ親御さんがね、コロナでクリスマスパーティーしちゃダメだとか、いろいろそんなことがあってね、うるさいらしくて。で、うちは結構自由でね、ゆるゆるなんでね、で、うちみんなで集まろう言って、うちでスイッチで遊んでたんで、で、寮の部屋にはスイッチと、で、プレステ4の古い方があってね、で、こっちにはプレステ4のプロがあって、でやねんけどもね、で自分の部屋で友達と遊んでたんで、でそれにみんなですんのに言って持って行ってたんよ。だからね、持って行ってるし、もういいかもってせへんかって。でもやっぱりみんなでこう視聴者さんと盛り上がるやったら、ニンテンじゃないわ、ソニーのプレイステーションはちょっとどっちかって言ったら戦闘系とかが多い。視聴者さんと盛り上がれたらメルヘン系な方がいいかな言って、マリオ紹介で、マリオ紹介話になるね。ね、何がいい言うて子供と話しとったら、マリオの64がええんちゃうかいう話になって、ね、で、始めようか言うて、時間ごとごとご飯食べてごそごそしとったら、ちょうどね、りょうがお風呂入る。まあまあね、お風呂入らんだわ。9時、10時ぐらいやったかお風呂入る。あれ見とったやん。VS 嵐の最終回見とってね。で、お風呂入る言うて、お風呂入って。で、さあ始めようか。10時に。やったっけ10時9時何分忘れた、何分かにタイマーしたってね、さあ始めようかと、ヒカがトイレっつってトイレ行って、ほんで始める時間には誰もおらへんから、あっちゃん一人で始めてね。で結構マリオ64って難しいんよね。でだんだん最近のゲームって簡単にはなってきてるけど、マリオ64とかまだ難しかった頃、昔のゲームって結構難しいね。ファミコン、スーファミ64とだんだんね楽にはなってきてるけど、やっぱまだ難しかった頃やねんね。でやっとってんけども、まーちゃんだんだん難しい、無理になってきて、でちょうどそのタイミングでりょうがお風呂から出てきたから、りょうにスイッチして、でりょうの代わりにひかがお風呂入ったから、ひかがお風呂から出てって、ほんで2人が変わった時にね、ちょうどね、まだまだね、やっぱり中学生高校生って
みんなの前で喋ったりとか大人と喋ったりって難しいやん。自分もそうやったし、やっぱりね、子供ってなかなか大人と喋ったりの難しいけど、そのまま掘り投げたろと思って、なちょっとでも勇気出るかなと思って、でライブを立ち上げたまま、じゃあお風呂入ってきたんで、ね、やっぱり心配やからね。前もねそんなことがあって、氷川がやりたいっていうか、やらしとってキッチンで、まあね、ライブを見てたんやけど、ね、友達が見てない時に嵐が来てね、で、氷川がへこんじゃったんやけど、今回はねそんなんは消えへんかって、でファンの人たちとこう楽しくやってくれてたんでね、で亮と光と2人おるしね、まあ亮ももうね高校3年生もなってたらある程度までやれるかなと思って任していってんけど、ね、それでもね、まあ、心配ってことはないねんけども、お風呂でお風呂からちょっとこう覗きながらね、あっチャンネルでコメントしながら楽しんどったんやけどね、まあ、そんな感じで、昨日まあ子供にやらしてんけど、まだやっぱり恥ずかしいし、一人でやるのはできへんかもって言ってたけどね、まあちゃんなりにね、まあ初めてってことないけども、こうね、あえて任してやらして、ある程度全然点数つける言うたら、ね、点数つけるほどじゃないけども、まあ初めてやって、あこまあのねしゃべっていなくなるよって、お風呂行ってくるよって時に、いいよって言ったっていうね、覚悟だけ分かってあげようかなとは思ってんだけどね。あっちゃんもしそんなんでさ、配信しとって、初めて配信でね、任して、じゃあちょっとあと任しとくって言われたら、えーってなると思うんだけどね。まあ、な感じでね、これからも、時々配信手伝ってくれてね、そうやってくれて、これ別に配信者になるからじゃなくね、社会人になって、大人になって社会人になる、もちろんしかも中学校から高校生になる、ね、色は、高校生から大人の世界に足を踏み入れていく、もちろん社長になりたいっていうのだと余計ね、やっぱり人とこう対話ができるようにならないといけない、それはもう日々ね、日々の経験がものを言うからね、一つでも経験を増やした方がいいかなと思ってね、明快はアレルギーやで、ね、と思って昨日やらしてんけどもね、まあまあ冬休み入ったらいろいろやっていこうねって言ってんだけどね、ちょっとぐらいそれで度胸ついてくれたらな。あっちゃんは小学校の頃ぐらいからこうお父ちゃんとお手伝いして集金に回ったりして、お客さんの家行ったりとかしてたからね、自転車で集金回ったりとかしてたから、それでもやっぱり人と喋るのは恥ずかしかったしね、まあでもその経験が今こうやってね、カメラの前で喋られる、やっぱカメラの前でね人にこう喋るってなかなかね勇気いるし恥ずかしいことやね、で自分でもねすごい恥ずかしかったし、なかなかできへんかってんけどね、だいぶ勇気振り絞ってやってるけど、もともとアイドルになりたいって夢もあったけども、その反面やっぱ恥ずかしさもあるし、人の前で喋るのって苦手やしね、これねカメラやから喋られるとか言う人たまにおるけど、全くそういう人ってカメラじゃ置いて自分で喋ってくださいって できへんのね、あんちゃんも最初できへんかったからね、すごい恥ずかしくてね、一本動画撮るのにね、ほんま数分の動画撮るのにテイク 何までテイクしたかって言ったらね、ほんまにビデオカメラのメモリいっぱいになるぐらい NG 出したり、今はでもカメラがね、カメラと喋るのも普通になってきたけどもね、カメラ置いてカメラ向かって喋るのって人と喋るより恥ずかしいねんけども、ね、なかなかまあでもこうやってほんまに人って慣れやなと思ってね、だから慣れっていうのは大事やから、子供にもね慣れるためにもこうライブ配信から、ね、こうやってもらうっていうのもねいいんじゃないのかなって、だから今の子とかやったらね、あの TikTok とか、LINE とかああいうのやって子供が案内してるためとか言うけど、逆にああやって度胸付けするってあっちゃんが いいことじゃないのかなと思うんで、ね、ただそれを一歩ハメ外したらあかんから、そのハメ外さへん教育っていうのは大事だけど、やっちゃダメっていうより、やらしてダメなことはダメだよって教える方がいいんじゃないのかなってあっちゃんは思うの、ね、あっちゃんはあのやってみなっていう教育、やってみてダメなところを潰していったらいいけど、頭からやっちゃダメだよなんて思うのはね、その子の将来を積むことになるからね、たちゃんもね。ということでね、まああの、あちゃんは否定したくないんでね、あのダメなものはダメって言わなあかんけど、鼻からやる前から一度失敗してみて痛い目に遭うたらわかる。だから、カッターナイフをね、よく言うんだけど、子供にカッターナイフを出したら怪我するから危ないって、そうじゃなくて怪我して痛いから持ち方を、安全な触り方をする、あちゃんはそこやと思う。だからどれだけ安全に使うかっていうのを教えるために使わせる、怪我させるっていうのも大事だよね。怪我させるって言い方あるけどね、とりあえず痛い目に遭うてみて初めて
あ、これは危ないから気をつけて使わなあかんなと思うんだけど、痛い目に遭わへんから使い方わからへんからね。バイクでもこけて初めてね、痛みがわかるから安全運転できるけど、こけたことのない地獄の見たことないやつっていうのは大きな地獄をいつか見るんよな。だから小さい地獄は時々見せとくべきやとあっちゃんは思う、ね。だからね、とりあえずノーっていうよりやらしてみるっていうのが大事じゃないのかなと思ったあっちゃんでした。ってことで、ね、今日はね、それなんで、あとちょっと時間を置いてから朝ごはん食べよう。あんまお腹減ってないよね。ちょっとまあ食べないって感じで、はい、ちょっとしてからご飯食べますよ。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの総礼タイム良かったと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。目薄にしてゆっくりします。